令和5年3月13日月曜日、6時36分。今日から一応マスク解禁で、マスクはしなくても良くなりましたが、仕事中には一度もマスクをつけてません。ずっと。なぜなら、基本周りに人がいないから、俺の仕事場。バッチザロック。ということで、ファンデーションでジェンに会いましょう。まあさ、まだまださ、コロナがさ、あれ、ファンデーションってどこだったっけ？そりゃ、コロナがもう、もう一人もおらへんでって日本やったらわかるけどさ、ボッコボコいますやん。100人単位でいますやん。いや、ちょっときついって。あれ、ジェンはどこ？こっちだね。あれか？もう嫌だぜ。また仕事の人がコロナになって、俺が一週間十三、一週、一週間以上毎日13時間勤務。きつ。スーツも手に入れたし、準備できたんじゃない？あなたの母親はどこにいる？ママ。ママとは私たちがボルト79に到着してから会うことになってる。ママがここに来る前にペイジにリスクを正直に話さなくちゃ。傷つくことを恐れてると真実を話せなくなる。そう。でもあんたと信ペイじるジことはさ。そうしなくて必もず最後に愛私は勝を助つ。けてくれた。そうやって信じることを教えてくれたんだ。オッケー。他に任務に必要なものは？デリックのブラックペリーパイを持ってたりしない？きっと、なんて。大丈夫よ。悪い冗談だったわ。準備はできてる。いや、俺の胸が必要な、俺の懐が、懐？ 胸に飛び込んできたいときはいつでも飛び込んできてええんやで。とりあえず風呂入ってからね。飛び込んでよくかっる。た。あと、ね、ありがとう。クエカン。デスフロムアボーブ。ページと話す。何もくれんの？ ジェンちゃん？ 何もくれんの？嘘やろ？いや、あんた、俺、ママんとこ行ったり結構大変やったんだね。ただちゃうんやで、俺。俺の時間はただちゃうんやで。マジかよ。ページと話そう。おお、おいや、あの、ジェンってこと、おいおい。ちゃんと教育してくれよ、お前。道徳学ばせてくれよ、お前、あいつに。あんたにはどんな事情？ジェンとペニーがステルス技術に関して調べてた。そろそろレーザータレットの話をした方がいいな。図面には仕様書がリストアップされていないが、やばいのを設置できる広い場所がたくさんある。ペニーは死神の回廊ってあだ名をつけた。ペイジを騙してるってさ。ピットからずっと俺たちをつけ回している専門家たちとのコンタクトを試みた。だが彼らはまずあんたと話すことを望んでいる。連中は誰だ？なぜ私と話したがる？さあね、作戦指令がどうとか。もともとは軍にいた連中のようだが、経歴については調べてない。とにかく気をつけろ。とにかく人手が必要だ。わかった。
ただ一つ言っておこう。彼らにはその厳格な連絡方法がある。彼らは信号を使ってるんだよ。マップに印をつけておくから、そこに行ってこの古き良き星条旗を振ってくれ。それで相手はあんただとわかる。何をすればいいか言ってくれる。おいっす。成功を祈る。あとほんの少しだ。うめき作業してる間、あなたに国歌を歌わせよう。俺の美声をそう簡単に聞かせるか。さあ言ってくれ。確かに美声だよなこいつ。クエカン、評判が上昇しました。少なくとも天気はいいね。うちの居場所がダーティーコーラス。トライトを返すの専門家が必要だ。いいよいいよ。中国軍ステルスアーマー。じゃあページ、ここに腐ったし野菜置いとくからちゃんと食えよ。うん、腐った野菜食ったらハゲもちょっとは回復するから。指定地点で旗を掲げる。どこや？ここか。遠いなぁ。遠いなぁ。ファストトラベルできんのかどっかに。ただで。スケートの、スクートの小屋を探す。30円は払えんなぁ。っていうか、なんかファストトラベルの安くできるとかなかったっけな。ないか。アンキャニー洞窟か。これも時間かかりそうなんだよな。そんな時間ないんだよな今日。これか。エクスカベーターアーマーか。これか。キャンプも近かったよね。ああ、結構遠いな。ここら辺タダで行けるとこないんかい。よいしょです。パワーアーマーを登録しなきゃいけないから、持っていかなきゃいけないってことよね。あっこあったっけな、ボックス。マイボックスあったっけな。あった気もするな。あれ、俺のキャンプはどこよ。なんでこんな下な。なんでこんな下な。ガムでも噛むか。飛ぶで、そんな。14円。これ8円でいけるな。
一円安くなってんな。まあいいや、歩いていくか。ちょっと待って、敵か。敵か今の。敵や、敵やん。やだ。戦闘は避けよう。いやー、またこうマスク外した、外せつけろだのって、また事件が起こるで、これ。絶対。なんかね、飲み薬ができるとか、ね、コロナの、そういうのも、どこ行ったんやろね、そういう話は。そもそもね、まあ、ぶっちゃけで言うとさ、普通の風邪ってあるやん。あれも、治す方法がないんですよ、基本。あの、風邪薬とか、まあ、売ってあるやん、薬局に。まあ、あれは全く意味がないから、効果がないっていうか、風邪自体は、あれ、治せないから。ただ、咳とか鼻水を止めるだけの薬だからね。うん、風邪薬は、風邪は治りません。これ覚えとこうね。うん。だから俺は風邪ひいても風邪薬を飲んだことはございません。そもそも風邪薬。ちゃあ、どこや。おいえ。俺のレジェンダリー斧。ベルゼブブみたいな。かわいい。これ一緒。グルマンズの消化王の。ゲットしました。うわだ。全然バッツ意味ないや。あーもうイラつくな。スイングウィングの肉、名前がかっこいい。あ、パワーアーマー持ってくの忘れてた。下田。まああるよね、さすがに。完全に忘れてたな。ないよねー、ないよねー、そりゃ。から入るんだったっけな。もう覚えてねえな。ちょ、やば。おい、何？おい、随分なご挨拶やな。とりあえず、まあ、直で向かうか。あー、あのルックスロボットがまたおるんやろ、どうせ。
そ。めちゃめちゃおるやんけ。もう出しで行くよ、こんな。保安と奉仕に努めます。もう無駄な戦闘は嫌だよ。避けるよ、俺は。登録登録。登録した。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。登録してくれた。わらわら、また壊れたやんけ。死ぬ死ぬ死ぬ。間違った間違った。はいはい、これパワー必須の方が効きそうやな、パンチの方が。はあ、もうめんどくせえな、くそくそロボットがよ。この誘惑の方に騙されまし、私は無慈悲な殺人だし。パワーアタック。でもあのクソロボットもしかしておらん、超朗報なんだけど。はい、パワーアタック。はい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 。どこやこのクソロボットは。どっから撃ちよんけ。嫁入り前の体やぞ、うちの。私はお前にずっと優れた戦略、すべては脳で。嫁入り前って言うても、相手おらへんけどな。てか、なんでこんなパワーアタック出ないの？どこどこ？あのクソロボットがいなきゃお前らなんて烏合の衆だからな、マジで。オッケーオッケーオッケー、来た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 。パワーマスキャン。ああ持てないんだ。あるよね、さすがに道具は。道具箱あるよね。うん、なかったらぶち切れるよ俺、うん、あった気がするんだけどな、マジで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 。ちょっとさすがにあるでしょう。さすがにあるよね。そんなひどい周知しないよね。怖い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 。ないの？
ってって。ちょっとマジで？マブで？あるならここだよ。ここら辺だよな。上にないよね。嘘でしょ。取り戻れって？おい、冗談も。ないじゃん。いや、ガチでないじゃん。何？お、あり？ベケットな、はいはい。いや、ま、ベケットどころじゃねえんだよ、こっちは。ちょっと一発殴らせろ、クソロボット。これは開発者への恨みやぞ。箱を置いてない開発者への恨みやぞ。お前ら、ちょっとマジで。これ回復しよんな、こいつら。換気を集めて。ちょっと待ってくれって、マジで。待って、ちょっとググっていい？ガラハン工業本社ね。はい、ちょっとここは調べますわ。ガラハン工業本社。なんだっけ、収集箱じゃなくて、なんだっけ、収納箱だっけ。なんだっけ、収集箱だっけ。
収納だっけ、収納か、ない、書いてないぞ。書いてないぞ、箱って。ミスったー、めちゃミスったー、ここら辺にあった気も、こういうとこにあるんすよ、一風変わったとこに箱は。学校行ってる人なら置くやん。義務教育受けとんなら置くやん、箱。ライトマシンガン。意外と強そうやな、これ。ちょっと、あれ、アーマーのあれなかったっけ、作業台。ていうかもう、これなくてもしゃっ、もうある程度ええやんけ。あいが、もうマジでない、もう、ま、くそ。8か。よりによって8か。
全然減ってないやん。バルクで稼ぐ。増えとるかな。もう、くそ。ウイスキーだったっけ、ワインだったっけ。無駄足。なにバケットどうしたてか、なんで俺下こんな下からスタートな。おお、倒れてはる。やるやんけよ、バケット。抜きず。いや、いいよ。お前は本当、道端の糞ぐらいしか思ってないから。道端に落ちてる糞ぐらいしか思ってないから。邪魔とかじゃないから。道糞やから、お前。お前の名前。お前のあだ名。道の糞とか言って道糞ね。こうだよな。確認しますね、そりゃ。これや。もうそれぞれ。修理ございませんと。修理切ったんでなんぼでもあるんや。課金すりゃええだけの話や。金がなかったら。と4か、いけるんだ。ライトマシンが15もあんだ、これは。ちょこちょことバフガス。あ、バフタスの方が強いんだ。あと1。ってか、なんか食えばいいか。14円もこれは仕方ない。これは俺のミスや。くそ。あいか、ガム噛みそうになった。イラついて。配信してんのに。ああ、くそ。どこや？
おい。こんなとこにはあのボックスがあったら俺ぶち切れるんだけど。大丈夫ね、ないよね。あとレベル1やったら50や、目標の。50になったらかなり環境が変わるからね。酒が切れた。オッケー。あ、来た方がいいかな。パワーも、はい、はい、いい。カシャンカシャン。うわ、カビ臭い。めちゃめちゃカビ臭い。めちゃカビ臭い。うん。登録。きたー。アメリカンヒーロートロフィー。この赤と全てはいけなくて、新しいレジスタデーキャップの、あ、5時になった、もしかした。パワーマス、あ、パワーステ。5時になった、おぉ。50。さあ、見て。ダサ。なんか色つけたいな。まあいいか、とりあえず。もうここに用はないってことだね。うん、ここに用はないよね。パトカーを探す。とりあえずあの戻ろうか一回。ここら辺はでかいぞ。てか、ここ嫌だなぁ。スタート地点がここ嫌だなぁ。ちょっと変えよう、場所。移動。来た。時代が来た、俺の。とりあえずパワーアーマーステーション作りたいな。どこに作ろうかな。狭いな。コンロが邪魔か。クラフト施設。え、作れないじゃん。あ、設計図俺読んでないか。ちょっともう臭い、カビ臭い、このこのスーツ。うん、パワーバーステーション来たー。パワーステお前はもう用なしなんだけどなぁ、こいつ。マジで。地雷はこっちやで。もう一個の方やで。これやで。左腕。メット。あとないか？レイダーアーマーは？違うよね。
ちょっとかっこいいもん、こっちの方が。これ40か、これがやないか。うん、これ、ん？こっちはちょっと強いな。40やけど。50？T51。あ、多分これ数字がでかい方が強いってことだな。でもこれ、ああ。56、56、33。うん。ただこっちの方が照射線のあれが強いんだよね。45、45。30とかあるじゃん。胴体。これいらんのか、クラシックは。で、ここに入れて。クラフトや。かっこいい。全然作れねえ。笑うた。ていうか、これさ、ん？なんかチャリンって言ったんだよ。あ、全然足りんな。もういいよ。パワーマと、待って、どうしようか。あ、これできるんだ。書いたね。だね。こんなもんか今日は。ちょっと綺麗な体で寝よう。ふう。よかったわ、あのクソロボットがおらんで、マジで。開発者はあそこにボックスを置いといた方がいいと思います。うん、アップでお願いします。あそこレベルアップか。すごい、忘れてたぜ。パック！ジャンクアイテムの重量が 25% 軽くなる。
光する敵のためじゃ。まあまあこれ強いな。発光敵結構強いんだよな。夜を見通せるようになる。ん？別に普通に見えるんだけど。クロスボウはいらんな。V のダメージが 30% 減少する。これは欲しいよね。ダメージ 15%、 これもいいね。パワーマミソージに、何これ。最大体力は15上昇する。いらんなぁ。とりあえずダメージかなぁ。10上昇するか。 V のダメージが 30%、 これかなぁ多分。レジェンダリーパックもいけないやろ。あれ？何これ？どういうこと？お？何これ？何これ？かっこいい絵が。アジリティ、アジリティパークポイント1。パークポイントの上限は15。弾薬を作成するときに、まあ、これはいらんな。死亡すると8秒間、チームメイトのダメージが。いらんな。1時間に戦闘力を強化する薬物を1個生成する。カリスマかな。カリスマポイント1、パークポイントの条件。近接武器で倒した敵が 10% 確率。いや、いらんな。爆発を投げて倒し、いらんな。 10% の高さで全然エネルギーダメージがパワームの集合。ん？いや、いらんな。エレジェンダリーのポイント1。これやったらもう一個つけるってことよね。カードが。素手攻撃当たった時の 5%。ロックピックとハッキングスキルプラス3ってことは、これやったらあれが、いや、あのカードがいらんくなるのかな、今つけてるやつは。じゃあそれだとかなりでかいよ。スキル0のターミナルか。いや、これでかいな。まあでもまあ、ヘアピンはめちゃめちゃあるっちゃあるんだよな。近接武器防御。それ防御とかあったな、そういや。てかめっちゃあるやん。あ、ここまでか。毎秒ラットが1回復する。うわ、どうしよう。
と思って。これでつけたいやつのやつをやった方がいいよね。なんか。パイプ武器の耐久エネルギーは作戦これつけたいな。アジリティか。でもこれ2なんだよな、アジリティいるのは。まあ、これはまあまあでかいんじゃない？アジリティかな。ジャンコしたりしたらダメージ対象の NTI 値が10。いや、アジリティだな。これや。しかも一番最初になるってことは、これが A でってことじゃない？これ。装備した？ランクアップ。ランクアップできる50円で。50% くらい。しとこうか。はい。お願いします。で、アジリティ、おお、うん？ 11 になった。3、3、3、9、2いけるってことは、アクションポイントが、これいらんな。これもいらんな。アジリティのポイントごとにダメージ耐性と入力耐性ってことは、1上昇するってことは、11増えるってことか。ダメージ耐性が。これランクアップさせたら多分、相当強くなるよな。待って。3、3。あと1個つけるか。おー、なるほど。待てよ。これや。オッケー。ちょっとじゃあ気が言おうか。50になったことやし。うん、最後に、ね。もういっぱいか、パンパンか。どれしよっか、今日は。ボロボロのドレスか、ミスブらしいですか、これ。カジュアル服も可愛いんだよね。まあこれもまあ言っちゃいいけどね、味があるんだよな。で
もやっぱ女の子だから。ああ、これダメだな。いらんな、これ。黒じゃなかったらな、よかったんだけど。ちょっとまあまあまあ、胸の方が。ああ、いいね。カジュアル服。お、春らしい。口元のおしゃれはね。したかった。これいいんじゃない？うん、かわいい。いいね。ありがとうございました。レベル50になりました。